キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ですね。はい、お疲れ様でございます。ダランということで、今日明日連休ですかね。はい、お疲れ様でございます。こちらの方面は快晴でございます。風、昨日よりも冷たしではない感じですかね。はい、そんな感じの土曜日スタートいたしました。ただいま時刻は9時になりましたですけど、終わったかな。8時頃からスタートしております。バンクシャの吉野さんですかね、バンクシャアカウントで、朝ライブ始まっております。今日はあれですかね、再生備前とかの8の方備前、細川さんの備前焼きとか、はい、の8販売ですかね、はい、をされておるみたいでございます。はい、ちょっと見た、はい、真面目にやってたのですぐ出たみたいな感じですね。はい、なかなか意欲的でいいんじゃないかなとかって思ったりしてるんですけどですね。はい、私は今中津方面に向かっております。わからないよね。北九州の方面から大分の方へ向かって走ってるといえば、漠然とした位置関係はわかるのかなとかって思うんですけど、いやー、今日も天気がいいので、車がポチラポチラ多いなという感じでございますね。こんな日は園芸日和なのか、イベントがあったらイベント日和なのかという感じでですね、いいんじゃないでしょうかということですね。昨日アップロードされておりました、私がフォローさせていただいておりますシミカ夫婦さん、シミカさんですね。はい、きっかけは先日行われました園芸やろうぜ秋の陣の時に、私のフォロワーさんでウランさんですね。はい、その人がキャ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 言ってどないしたんねんっていう感じだったら、シュミカさんです。シュミカさんが目の前にいるよとか言って言って、テンション上がってたので、私は存じ上げなかったんですけど、そこからきっかけでインスタフォロー、YouTube フォローさせていただきまして、ああ、なるほど、すごい、確かにおしゃれだな、わかりやすいな、ということでですね。はい。シュミカさんについて、東京在住の方ですかね。はい、ご夫婦で、まだ若いですよね。30代?まだ30代じゃないかな?ですよね。若いですよね。もしかしたら20代かもしれませんね。はい。怒られるね。若いご夫婦で、トレードマークは白の、シャツというか、ね、そこに、パーカるときは、胸元に、ローマ字で趣味だというふうに書いてあって、で、日本一周園芸、県園芸イベント巡りということで、日本地図を埋めていくぞということで、今回岡山県が16箇所目ということですかね。はい。福岡も来られたみたいですね。福岡赤くなってたので。はい。そこで16箇所目ということで、園芸やろうぜの YouTube ポストっていうなり、アップロードか、されておりましてですね。いや、作りすごいなと思いました。まあ、一週間ぐらいかけての、なんですか、その制作されてるみたいなので、すごいやっぱ作りがいいですよね。はぁ、まあ、おしゃれ。おしゃれ。そんな感じでしたよ。はい。いいなっていう感じで、見てたんですけど、はい。さて、じゃあその続きはまた後で。パキポキさんのブラキ。はい、パキポキさんのブラキ続きですということで、ちょっとバタバタやってる感じで申し訳ありませんということなんですけど、ただいまの時刻は9時14分になりました。今豊前というところにですね、向かっておるんですけど、海岸沿いになるんですかね。はい。で、
もうちょっと走ると中津とか大分とか、あの宇佐神宮っていうのがあるんですよね。はい、まあ、ここら辺になってくると USA って書いてますもんね。宇佐って書いてますよね。はい、なんかね、そこの場所に行くとね、なんか Come on baby America とかってね、なんか言いたくなりそうな感じの場所でございます。はい、先ほどの話の続き、そのシミカ夫婦さんですね、インスタもあんまりしてないのかな、まあ、だいたい多分 YouTube と一緒に並行してされてるのかもしれないんですけど、1年、はい、1年ぐらいで YouTube はあのフォロワーさん5000人突破ということで、今回の園芸やろうぜでも多分増えたんじゃないですか。はい、そんな感じがしますね。だいたいこのイベントに絡んでいくとフォロワーさんがまあちょこちょこっと増えたりしますもんね。はい、まあ、おかげさまで私の YouTube チャンネル登録者105名になりました。キトクリスマ増えていっておりますですね。はい、もうこれ来て何が楽しいのっていう感じで申し訳ありませんということなんですけど、登録はそのままでお願いいたします。うだうだしてるからね、なんていうんですか、その絵面もないもんですからですね、もうちょっとラジオ的に聞いてもらいたいということで声で、お届けしているのが現状ではありますけど、まあその反面、そのシミカ夫婦さんっていうのは作りがもうほんと凝ってる、なんかこう旅する夫婦プラス園芸イベントの紹介ということで、これがまた上手、カメラワークがまた秀逸ですね。はい、あのうまいことね、なんか背景をこうぼやっとぼやかしたりとかね、で人の顔っていうのをモザイク処理したりだとかね、で、インタビュー受けてる時もその方の顔は映さないようにしたりとか、で今回もね、あのメインの番記者の吉野さんもですね、ちらっと顔映ってましたけど、あのいかつらいね、なんかパンチ頭のもうほんと刈り上げて、もう反り上げというね顔はチラッとしか映らなかったんですけど、はい、まあ、それでもすごいなとか思ってですね、で一つ一つのブースを丁寧に紹介されてありましたね。字幕を使ったりだとかね、ご自身の感想を書いたり、お話しされたりですね、これがやっぱ動画クリエイターやななっていう感じがしますよ。はい、まあ、動画クリエイターといえば、ね、広瀬さんどうなったんでしょうね。あの私のフォロワーさん、名古屋の広瀬さんどうなったんだろう。もうかれこれ何月から、もう 半年はまだ行ってないですけど、3ヶ月ぐらいはちょっと音信不通になっておりますからね。あの人生きてんの、もう大丈夫かって感じですね。はい、まあ、本当ちょっと心配申し上げますよって感じですけどね。はい、まあ多分大丈夫やろうと思いますけどね、私よりも全然若いので、はい、元気じゃないかなとかと思って、忙しいんでしょうね。はい、そんな感じがします。はい、あと何かあったかなっていうと、今度またちょっとイベントがちょこちょこ、こうあるみたいですね。ショーゴさんと、アキラさんと、吉野さん、ね、京都の方ですかね。しばかれてですかね。はい。初めてじゃないですか。ショーゴさんと、吉野さんが参戦するのは。これはちょっと、行列なるんちゃうんって言って、アキラさんが言うとりましたですけど、はい、演技やろうぜ、冷めやらぬ、熱冷めやらぬ、また再燃か、みたいなね、そんな感じでいいんじゃないかな、とかって思うんですけどね。はい。まあ、こういった感じで、シミカさんみたいな感じでですね、動画をこう、どんどんこう、ね、されてる方が増えるといいな、とかって思うんですけど、全然いいと思います。だから、恨んちゃん、すりゃいいのにっていつも思うんですけどね。はい。意外とアナログみたいで、一つ覚えたらそればっかりやるっていうね。だって私わからないんだもんとかでなんか言われておりましたですけどね。はい。まあ、あの方は花がありますんでですね。はい。なんかこう、イベント会場行っても、なんかこうね、インタビューとかすれば、いいんじゃないかなとかって思うんですけどね。はい。なんだかんだ言ってもフォロワーさんすごいですもんね。ね、2000人以上になったんですかね。はい、一般の人がそれだけ、まあ、集客じゃないですけど人集めてすごいよねとかってやっぱ思いますもんね。はい、2000人どころじゃないからまだすごいのかなと思いますわね。
意外とバンクシャヨシノさんっていうのは4000で、あ、もうでも今回5000人ぐらいいっとるのかな、ちょっとそこら辺がね、意外とキュンとこう伸びて良さそうなんですけど、そうでもないのかなとかね、ちょっとそこら辺がやっぱりあれですかね、ビジュアルですかね、はい。しばかれるぜ。こんな感じで思っております。はい、じゃあ明日日曜日ですね、まだまだお休み続いてますが、絶好の営業日和じゃないでしょうか。天気もいいということでね、皆さん健やかにお過ごしくださいませ。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじ。息する途中でさりげな首飾りを外した、指先で友達の襟垢からはみ出した君の青い、はいこの人さ、お口くちゃいんだよな。マシタダモン、鼻水かマシだろか。